なぜこんなにイライラするんだろう。なぜこんなに落ち着かないんだろう。あの頃はあんなに一緒にいることが楽しかったのに。東京都内では10日新たに304人が新型コロナウイルスに感染していることが、7日間で前の週より増加し 109.3% となりました。朝ごはんできたよ。はい、いただきます。ヨウト、今日の予定は？会議は6本までや。テレワークになって会議上で逆に疲れるよ。そっか、うん、私も今日納品日で18時までだから超バタバタ、保育園に送ってくるから食器下げといてもらっていい？分かった、気をつけて。うん、ごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。じゃあね、行こうかね。よし、行って。よしよし、じゃあ行こう行こう行こう。じゃあ行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。凛ちゃん、おはよう。おはようございます。おはようございます。なんだかお忙しそうですね。そうなんです、仕事がバタバタで。じゃあ先生お願いします。じゃあ凛、じゃあね。じゃあお願いします。はなちゃん、おはよう。おはよう。おはようございます。すごいため息ついてたけど。あいさん、旦那さんテレワークですか？うん、テレワーク嫌になっちゃうよね、ずっと家にいるから。やっぱりそうですか。こんなに長い時間一緒にいることなんてなかったから、なんだかフェイス狂っちゃって。わかる、そうだよね。早く会社行ってほしい。うちの母親も言ってたけど、亭主元気で留守がいいって本当ですよね。旦那がずっと家にいると朝昼晩のご飯のこととか、仕事の邪魔しないようにしようとか、いろいろ気使ってどんどんストレスが溜まってるって感じです。私も仕事してんだけどな。そうだよね。でもね、慣れるしかないのよきっと。とか偉そうに言っといて、私もかなりストレス溜まってるけどね。ですよね。あ、ごめん、じゃあもう行くね。じゃあまた。じゃあ頑張って。本当にこれから世の中どうなるかわからないな。もっともっと仕事頑張って出世して家族を守らないと。はあ、さあ片付けるか。おはようございます。はいはい。あ、本当ですか。では後ほどオンライン会議で。
はい、失礼します。ますますうちの会社これから先不安だな。ただいま。ただいま。仕事しないと。あれ、食器下げてって言ったじゃん。ああ、急に上司から電話かかってきちゃって。そうなんだ。じゃあ私がやるから。あ、すぐにオンライン会議始まるからちょっと静かにお願い。静かにって何よ。まあバリバリ仕事してるヒロトのことが好きになったわけだし、私も頑張って家計を支えないと。ユキ、電話なんて珍しいわね。ごめんね電話して。どうしたの、ひどい顔ね。なんだかすごい疲れてきちゃって。何、どうしたの。毎日毎日一日中夫婦で過ごすのってほんと大変。いくら旦那のこと愛しててもね。何それ、贅沢な話ね。さすがに半年近くもずっとこの調子で、仕事に家事に育児にどんどん作業が増えてる感じ。最近話題になってる夫婦あるあるって感じね。言いたいこと我慢しながら頑張ってる自分にしんどくなっちゃいそう。でも気をつけなさいよ。コロナになって夫婦間の問題がいろいろ起こってるみたいだし。分かってる。でも美咲はいいよね。一人で気楽でしょ。仕事はどう。何がいいのよ、別に好きで一人でいるわけじゃないんだし。恋愛だってしたいわよ。でもおかげさまで仕事は順調よ。高校生の頃が懐かしいね。美咲と話してると私にも別の人生があったのかなって思っちゃう。あんた真っ昼間から何居酒屋で話すようなこと言ってたまには居酒屋でストレス発散したい。ほんとユキ。ん、何。一人は一人で辛いものよ。こないだ昇進した時なんて、あとは結婚と出産だねなんて上司に言われちゃって、それに部下にも役職ついてるだけで冷たくてきつい性格だって思われてるみたいで、あなたには凛も旦那もいるし家族がいるってやっぱり幸せだよ。
私は結婚に興味ないからいいけどね。うん、ほら気が済んだ。自分の幸せ見せつけてないで仕事しなさい。はい、カレーランチ日程連絡するね。わかった。私はやっぱり結婚はいいや。納品間に合わなかったらどうしよう。専業主婦でもないのになんで私が当たり前のようにご飯作るの？洗濯も何もかもなんで私だけなの？ユキも大変そうだし、昼はデリバリーでも頼むか。何？休憩中なら少しは家のことやる気ないの？もちろんあるよ。リンの迎え何したっけ？あ、ユキ、お昼は何がいい？はあ、疲れた。藤村さん、こんにちは。松山さん、こんにちは。あ、お買い物ですか？あ、はい、昼食の材料。奥さん、お出かけですか？最近お会いしてないのでよろしくお伝えください。あ、いやいや、妻もテレワークで仕事頑張ってますよ。最近昼食は私が担当で。そうなんですか、素敵な旦那さんですね。ではまた。あ、どうも。やっぱご飯作ってあげようかな。あ、どうした？お昼の買い物だけど。デリバリー頼んじゃったよ。え、なんで言わないのよ。いや、言おうと思ったらユキが出てっちゃったから。もういい、この材料は夕食に回すから。今日リンにも帰るから。いいわよ、会議詰まってるんでしょ。そんな時間には終わってるから大丈夫だよ。分かった、じゃあお願い。私も納品あるから助かる。時間ないから先に作業に戻るね。ああ、いいよ。ありがとう。納品に間に合わない。何時だ？もしもし、お疲れ様です、長岡です。すみません、折り返し遅くなりまして。あ、いえ、それは本当に私のミスです。修正を反映させてデータ納品させていただきます。いえ、体調は悪くないです。大丈夫です。いや、本当に大丈夫です。申し訳ありませんでした。
ゆき、どうしたの？なんでもない、こっち来ないで。でもいいからあっち行って。分かった。私の携帯鳴ってたでしょ。まあ、後で言おうと思って。はあ、何？何でもかんでも後で後でって一体いつになるのよ。どうしたの？仕事で何かあったの？何か言いたいことあるならちゃんと言ってよ。なあ、ユキ。言わせないでよ。我慢してることは私から言わせないで。何？どうしてわからないのよ。この数ヶ月テレワークになってもヒロと家のこと、リンのこと何にもしてないじゃん。私ばっかりやってるよね。それってどうしてなの？何もしてないって、ゴミ片付けたり風呂掃除したり。ユキが大変そうだから俺ちゃんと手伝ってるよね。大変そう？手伝うって何？何？家事や育児は全部私の仕事なの？そんなこと言ってないよ。じゃあ何なの？私の仕事を手伝ってあげてるって思ってるから、食べ終わった後のお皿がカピカピに乾いてても気にならないんだよ。すぐに洗ったら一瞬で綺麗になるものが乾いてからだと何倍も大変だって知ってる？毎日毎日私暴殺されてるわ。もういい。まあ、ゆき、俺だって男として家族を養うために一家の大黒柱として一生懸命頑張ってるつもりだよ。それに家事や育児だってそんなに何もしてないから、俺なりに精一杯頑張ってるつもりだよ。後で後でって確かにそうだけど、ユキは俺がバリバリ働いて専業主婦になるのが理想だったんじゃないの？私だって専業主婦になってあなたの仕事の応援をしたいわよ。でも今のあなたの給料じゃやっていけないじゃない。なんだよそれ。あなたには才能がある。私は出世するタイプじゃないから。だから出産後に復帰を諦めてあなたの力になりたくてフリーランスの道を選択したんじゃない。それに三つ子の魂100までって言うから凛のためにもそばにいることを選んだ。あなたこそ私に家に入ってほしかったんでしょ。な、俺のせいだって言いたいのか？そもそも職場も出産後は復帰しづらいからって言ってたろ。専業主婦になってほしいなんて一度も言ったことないよ。仕方ないじゃない、見ての通りそういう職場だったんだから。あなたも育休すら取れなかったじゃない。それに親にも専業主婦になりなさいってずっと言われてきたし。それ俺のせいにすんなよ。俺だって家事や育児手伝ってるよ。また手伝うって言った、いい加減にして。私だって仕事に家事に育児に頑張ってる。なのに当たり前だって感謝もされてない。なんでわからないのよ。なんだよそれ。そんなことわかってるよ。でも俺の仕事が忙しいのだってわかってるだろ。わかってるから今まで何もやつに我慢してきたの。私ね、仕事で自分でも信じられないミスをしたの。今までのデザイナー人生で一度もないミス。
それに今日の納品にもこのままだと間に合いそうにないの。俺のせいってわけ？そんなこと言ってない。明らかに言ってるじゃん。言ってない。どこ行くの？ちょっと。杉村さんこんにちは。はい、今日は休日を取ってて妻には家のことを任せっぱなしなので申し訳なくて二人で出かけようと思ってまして。ああそうですか。そうですよね。お子さんのお迎えですか？あ、まあそうですね。肉面ですね。そんなんじゃないですよ。なぜ男性だけ子育てすればイクメンともてはやされるのに女性が仕事と子育てをしても誰も褒めてくれないのかしら。おいおい、そんな嫌味をここで言うなよ。うちの主人がまるで子供みたいだからもう大変で。いや、いつも仲良さそうだなと思って見てますよ。そうなんですか。なんかそう言われると照れますね。はいはい、じゃあ失礼しますね。はい、では。いらっしゃいませ。コーヒーください。はい。わからないのよ。この数ヶ月テレワークになってもヒロと家のこと凛のこと何にもしてないじゃん。私ばっかりやってるよね。それってどうしてなの？手伝うって何？家事や育児は全部私の仕事なの。でも今のあなたの給料じゃやっていけないじゃない。帰ろっか。じゃあ先生にバイバイ。りんちゃんさよなら。さよなら。さよなら。りん、あのさ。何？今日さ、ママと喧嘩しちゃってさ。そうなの？なんで？多分パパがママの気持ち分かってなかったんだと思う。帰ったらさ、ママと仲直りしたいんだけど、どうしたらいいと思う？ママ言ってたよ。ありがとうって言われると笑顔になれるって。リンはママが笑ってる顔が好きだから、ありがとうって大きな声で言うって決めてるんだ。そうだよな。リン、少し寄り道してってもいい？うん。よし。ただいま。
ゆき、ゆき、おかえり。なんだ、なんだ。いるわよ。よかった。おかえり、りん。ママ、ただいま。よっ。ママ、パパが言いたいことがあるんだって。ゆき、今日はごめん。言い過ぎたし、俺ゆきのこと分かってたつもりだったけど、そうじゃなかったと思う。ゆきが家事や育児と仕事を両立させようとしてるのに、ちゃんと理解してなかった。ゆきの言う通りだ。手伝うなんて言って本当にごめん。ごめんヒロト、私気づかなかったんだけど、いろいろ相当溜まってたんだと思う。私も言い過ぎたし、当たってごめん。ヒロトが仕事を一生懸命頑張ってくれてるの分かってるし、感謝してる。私が家のことも頑張ればいいって頑張りすぎてた。我慢しすぎてた。もっと素直に話してればよかった。ママもう怒ってない？今日ね、ママもお仕事大変だったの。仕事は間に合った？うん、ヒロトが家にいなかったから仕事はかどった。なんだよそれ。手に持ってんの何？いや、今日納品日って言ってたから俺が夕食作ろうと思って。やだ嬉しい。あ、でも仕事間に合いそうになかったからお寿司頼んじゃった。マジ？あ、そういえば昼も材料買ってたよね。あ、忘れてた。ちょっと待ってね。リン、おいで。よし。ママ、お誕生日おめでとう。大好きなケーキだよ。忙しすぎて忘れてた。ゆき、誕生日おめでとう。そしていつもありがとう。本当に感謝してます。こちらこそ、いつも凛と私のためにありがとう。じゃあママの誕生日と納品を祝ってたくさん食べるぞ。やったお寿司食べる？ケーキ食べたい？あ、まあでも本当にいいな。よっしゃ、手やってこう。ずっとイライラしてたのは私の無意識な思い込みと我慢のせいだったと思う。ずっと落ち着かなかったのは僕の無意識な思い込みと未来に対する漠然とした不安からだったと思う。ただいま。お互いのことを無意識な偏見で決めつけたのかもしれない。おかえり。ただいま。私たちは家事や育児を分担ではなくシェアすることにしました。そして何よりも
感謝をシェアすることにしました。じゃあもうすぐご飯です。